サンタカダリなどモンテ市内は、ポルトガル王国でかつて用いられていた軍艦。大砲を主要な兵器とした大型のキャラック船であり、16世紀初頭における、ポルトガル海軍の機関であった。1512年に、マヌエル一世の命によって、当時ポルトガル領のインドの高地で建造された艦で1520年に、浸水した。本艦は、当時の三本マストの小船としては、最大級で、 寸法は全長38メートル、幅13メートル、喫水4から4.5メートルもあり、排水量はおよそ800トンで、乗員は約400名を必要とした。船体形状は3層構造のメインデッキに、さらに3層の船首楼、船尾楼を重ねた6層甲板式とされており、140門の可能法を甲板状と、 法律艦板全体に分散して配置する強力な武装を持っていた。1524年、バスコダガマの第3次公開における艦隊の帰還となった。この艦は1525年4月にインドを出てポルトガルへと帰還する途上で行方不明となった。噂話では中インド艦隊を解雇された提督であり、 同じく、インド総督の位を罷免されたドン・ドゥ・アルテ・デ・メネゼスの兄弟にあたるドン・ドゥ・イス・デ・メネゼスが、反乱を起として、本館を掌握し、インド洋で、海賊行為を働くべく、艦隊を離脱したものとされた。別の噂では、本館は、希望峰から、ポルトガル本国に至る大西洋海域の終端付近で、フランス海賊に打歩されたという。フランスによる打歩という記録。 これが真実であれば、1590年の一例と、合わせて、わずか二例しかないポルトガルインド艦隊所属艦が、敵により打破されたケースの一つということになる、は、16世紀の鹿であるガスパルコレア及び同じ16世紀シアの、フランシスコ・デ・アンドラーダによるものである。コレア、アンドラーダ両名とも、ルイス・デ・メネゼスがサンタ・カタリなどモンテ市内に乗り込んだと、述べており、 さらにその兄弟である全総督ドゥアルテでメネゼスが、両船参上時に乗っていたとしている。シエサトが述べるところでは、ドゥアルテは、本国での裁きを免れるべく、艦船を脱出して、カスティーリアないしフランスへと遁走しかねない、との恐れから監守下に置かれていた。モザンビーク島へ至った際、艦隊は、インド艦隊に収益すべく航海中の船団から、本国の最新事情を得、 ドゥアルテはポルトガル帰国後のサタが恐れていたほどひどくはないようだと考えた。希望峰ネを通過後、ドゥアルテはテーブル1にて上官を停泊させ飲料水を補給させるとともに兄弟であるルイスに対しセントヘレナで合流するので先行するようにと指示した。しかしこの時、南アフリカ沿岸地域を激しい嵐が襲った。ドゥアルテがセントヘレナに至った際、当地には ルイスの痕跡すら見当たらず、彼は、ルイスの上官がこの嵐によって沈められたものと考えた。1527年、ジョアン三世は、ディオゴ・ボテリョ・ペレーラ率いる船団を急破し、希望峰からコレンティス・岬までのアフリカ沿岸部に、ルイス・デメネゼス上官の痕跡がないか捜索させた。ポルトガル帰島した船団は、沿岸海域で、 カナに十字型の投下を目撃したことを報告し、船が難破したポルトガル水夫が灯したものではないかと推定した。これは、ルイス・デメネゼス艦上院の生き残りであろうと考えられた。しかしながら数ヶ月後に捜索した際には、ディオゴ・モボテリオ・ペレーラは彼らの痕跡を発見できなかった。シカ・コレアとアンドラーダによると、1536年、ポルトガルの警備隊長、 ディオゴデ・シルベイラがポルトガル近海でフランス海賊を捕獲した際、男の兄弟が10年前に大西洋にてルイス・デメネゼスの船を打破したという供述を得た。彼が述べるところでは、その船は浸水により航行困難であり、ルイスはすぐにフランス海賊に投降した。しかしこの海賊は積み荷を奪うと、洋上でこのポルトガル船に放火した。 ルイスを含め上院たちはまだ船内におり、船と命運を共にさせられたという。コレアとアンドラーダの記述に基づけば、これがサンタカタリなどモンテ市内の最後である。しかしながら、記録上でメネゼス兄弟の上官の取り違いがあり、ドゥアルテがより大型のサンタカタリナに乗船してルイスが参上時に乗っていた可能性も否定できない。 その場合フランス海賊に打破されたのは三条寺であり、サンタカタリナは後悔を継続できたことになる。コレアは、ドゥアルテ上官が本国に至って最初に寄港したファロでの様子を記録している。当地での停泊中、ドゥアルテは王の不況ぶりを聞いて、リスボンで己を待ち受けているサタを察し、船内にあった資材の大半を密かに持ち出して、ファロに住むいとこへ預けたという。 その後、ドゥアルテは上官の指揮を掌握し、乗船員たちの反抗を押し切る形で、残る資材を携え、治療であるセジンブラの地で下船した。その日の夕刻、官がセジンブラを出港しようとした時、にわかに暴風が起こり、船体を巻き上げて、岸辺に叩きつけた。コレアが述べるところでは、暴風が起こった際に何者かが、おそらくは、ドゥアルテの指示で、 密かに怒りをつなぐ策を切って恋に戦隊が浮かび上がりやすくしたという。罪み荷の財宝はすべて失われた。これらは、ドゥアルテの意図について、以下のように述べる。So that people would think all his wealth was lost, and he could show equal loss before, the king and all mankind, with the loss of his brother and of so many of his people. ウィズ・ザ・キングス・スロスこれが考えられうるもう一つのサンタ・カタリナの最後である。後日、ドゥアル・テデ・ベネゼスはアルメイリンで開かれた法廷に召喚されて、ジョアン三世による手短な聴取を受けた後、逮捕された。彼はトレス・ベドラスの地に収監されたが、資材の隠し場所についての自供を期待したジョアン三世によって、処刑は差し止められた。伝えられるところでは、公認、 飛行人問わずスータのトレジャーハンターたちが、ファロー周辺の浜辺を探し回り、彼が埋めた財宝を探し出そうとしたという。ありがとうございます。